みなさんこんにちは。ゴールデンウィークカレー週間ということで、今日はレモンカレー、栃木で有名なこのレモン牛乳のカレーを準備してきました。この前私がいちごカレーを食べたので、今日はレモンカレーです。やっほー。はい、なんと私は今日は、はい、レモン牛乳の T シャツです。なぜかこれを持っているさて、色どんな感じなんだろう。黄色なのかな。さあ、レモン牛乳カレー、熱っえい、あれ俺これ持ってきたね。こんな感じか。さあ、レモン牛乳カレーを開けます。匂いは普通のカレー。うわ、ほんとだ、レモン牛乳っぽい、なんかクリームシチューみたいな色。風が強い。風が強い。クリーミーな色合いですシチューみたい。風にはみんなピンクに引き続き。はい、あふれそうだ。こんな色です。よいしょ、先にどうぞ。俺かな。あふれそう、あふれそう。先にスプーンで食べてくれ。箸焼きの俺。この真ん中あたり、いつもはご飯こもりなんだけど、今日はちょっとお昼でお腹空いてるので普通のご飯の量にしました。暑いかもしれないけど気をつけてね。なんかレモンの爽やかな風味とちょっと酸っぱさ、うん、行ってみます。あ、レモンの香り強いね、うん、さっぱり、うん、これ肉がほらいちごに似てない、うん、同じ会社かな。これが、うん、今日はトッピングも唐揚げ、うん、どうする。どう、あ、まあ箸がないと食べれるんじゃない。箸ありますよ、うん、全然大丈夫ですよ。どどどどじゃあこっち、もう一個あるけん、はい、こっちいただくね。 うん、チーズが乗ってて、うん、うん、唐揚げでレモン唐揚げカレー、うん、結構キュンキュンくるね、レモン、うん、イチゴよりもグイグイレモンがくる。おいしい。うんうん、ピンクのカレーに黄色いカレー。これ目つぶって食ったらシチューだな、うん、味が。今日は中学生が練習しに来てます。吹奏楽研究室っていうのを作って、一般の方でもね、登録さえすればいつでも練習に来ていいよっていうの初めて、早速練習に来てくれてます。ちょっと後から活動が終わったらレッスンしてやろうと思って。ハセボは今曇ってます、うん、でも明日のイベントはなんとかできそうです、うん、雨が降りそうなんだけど、本番午後からなんで明日ね、ハセボ5番街っていうところで
さっき電話があって午後から晴れそうなので一応来てくださいと言ったらいいね。はい、今日はこれ食べ終わったら僕はちょっとその明日の練習の合奏に行ってきます。私は今19日に向けてのコンテを作成してます。マーチングのね、動きのデザイン結構あれ大変なんですよ。もうあとちょっとです、後半。うん、すげえ。今日そうですね、合奏してもらうときにカットを伝えとってもらいましょうかね。あ、その曲の通りのスコアある？置いてます、うん。ゴールデンウィーク最終日にも本番があるってね、あ、忙しいけどいいことだな。充実してました。うまくなってんじゃん、うん、シチューみたい、ほんと思ったら地球にしか感じなくなった。昨日は部活がオフで私は福岡に遊びに行ってきました。僕もちょっと陶器市に行ってきました。遊びにというかもう新居に必要な家具とかをインテリアを見に家族で行ってきました。家族で頭サービスエリアで知り合いに会って、東証の時の、俺も昨日陶器市行ったけど結構人だったよ、うん、あの海外のお父さんとか、森下さんとか、あと家計門窯っていうとこあるんですけどそこに久しぶりに行ったら、お久しぶりっていうかテレビに出ましたねとか言ってグレードディーターとか言って話題になっとった。どんぐらい食べた？もういいですよ。もう食べ？うん、食べた？食べましたよ。食べてもみんな食べます。もうちょっと食べて。うん、うん、あといただきます。はい、じゃあもう残りこんだけ。私の家の片付けもだんだんと進んできまして、もうちょっとちゃんとしたらね皆さんにもルームツアーでお見せしようとは思ってるんですが、まだ見せれる状況じゃなかったです。僕もまだ見てない。着々と家っぽくなってきました。すぐにはまだちょっとテレビがなかったりするんで、本当は住めるんですけど住めてない状態です。住めてないというか、うん、住んでない、住んでない状態です。うん、完食。はい、こちらもカレーピンク、ピンクのカレーと同じく視聴者さんというか保護者さんからのプレゼントでした。皆さんも僕らが知らない珍しいご当地カレーがあったら教えてください。自分らで通販で買います。じゃあちょっと合奏に行ってきます。はい、しかもね、なんと僕はレモン牛乳の T シャツも持ってたということで、イエーイ。お友達が、仲間ができた。ハグ。じゃあ、さよなら。バイバーイ。